改めまして受賞おめでとうございます。ありがとうございます。はい、では作品の概要について、はい、簡単に説明していただけますでしょうか。はい、この作品はその日々スマートフォンを毎日多分5時間ぐらい見ながら私は生活してるんですけど、そうしているとだんだんなんか体があるこの現実に自分がいるのかスマホの向こうにいるのかだんだん分からなくなってくるっていう感覚をもとに、作りました。でタイトルにあるその英語のノーウェアってどこにもない場所って意味なんですけど、それをナウとヒアに分けると今ここっていう矛盾した言葉が現れるんですけど、それがすごく作品のコンセプトに近いと思ってタイトルにしました。実際に中のアニメーション作品なんですけど、はい、まあ、普通アニメーション作品だとドローイングの手書きのアニメーションでずっと最初から最後まで流れるっていうのが多いと思いますけど、ね、はい、いろんな素材が出てきますよね。実写だとか、はい、あるいは CG とか、ね、うん、それやっぱ意図的なものが何かあるんでしょうか。はい、意図的なものがあって、その、まあ、現実のレイヤーが一つじゃないっていうのもそうですし、そのメインで出てくるおばあちゃんはその自分のおばあちゃんの手のまま出てくる、やっぱりメガネが現実にあるメガネが出てきたりするのはおばあちゃんがその現実この体のある世界をベースに生きているっていうのを、表現したかったからです。はい、主人公は西野さん自身。そうですね、ほぼ自分を投影しています。なるほど。じゃあモンスターも何か毛だらけ、あれはなんかその私がそのここにどこかわからないでもどこかにある場所みたいなものをノーウェアって呼ぶことにしてて、あのその毛だらけはノーウェアだけにいる生物で、あれはなんかいてほしいなっていう気持ちが結構強くあって出しました。設定がなんか剣を持ってたりモンスターを倒したり、はい、レベルアップしたり、はい、なんかゲームロールプレイングゲームとか近いんですけど、そうですね、そういうのが好きなんですか。はい、いや実はゲームはほぼやったことがなくって、たまごっちしかやったことがなかったんですけど、そうですね、その仮想現実みたいなのはすごく興味があって、ゲームはこれからいっぱいやりたいと思ってます。なるほど。はい、このフロアはノーウェアの草原をそのままこの床に貼って再現したもので、この椅子とブロックはおばあちゃんの手が休憩する時のシーンに出てくるものをいっぱい置いて、実際にこれに座って本編を見てもらおうと思って置きました。これが人感センサーがついていて、こう近づくとおばあちゃんが今敵よって言ってこの毛だらけが出てきて、おばあちゃんが毛だらけっていうシーンを再現したパネルで、でそのロボットのモニターにここでクラスターで喋っている人が映るっていう仕組みになっています。これは九州大学工学部の方々に協力していただいて作りました。今回この仮想空間に西野さんデザインのロボットにアバターを作って、はい、それを自分でコントロールして、はい、そして離れたところから会場の人たちとコミュニケーションを取るっていう、はい、作品の空間の中に組み込んでたんですけど、はい、やってみてどんな感じでした？なんか気持ち的にはそのアニメーションの中で言うとおばあちゃん側の気持ちにすごく近いなと思って、ちょっとその世界がここにない場所とにつながってるっていうか、おばあちゃんが入りきれてない不安感みたいなのが少しちょっと分かった気がして、すごい面白かったです。なんか結構ハマってそうですね、はい子供とかがその台に乗ってなんかロボットと一緒にこう踊ってたりするのを見てすごい楽しかったです。こういうコミュニケーションって
どう思います？本当に自分が顔を出してないし、姿をいわゆる対面ではないそうですね、そうですね、ですけどコミュニケーションしているわけですから、はいはいはい、それについて何か感じるところがあります？なんだろう、なんかこのロボットになりきる気持ちがすごくありました。なんか自分の姿じゃないもので喋るってもっとなんかこのロボットなんだって思いながら喋ってる感じがありました。こういう機会があったらまたやってみたいと思います。やってみたいです、やってみたいです。ありがとうございます。